おはようございます。おはようございます。こんにちは。こんにちは、はい、今日はね、こうヒノキ持ってきました。はい、このヒノキはね、私のところに来て30年以上経ってるんですよ。30年。うん、もともと寄せ植えで20本ぐらいあったんだけど、今こんな状態になりました。はい、7本。こういうのがいっぱい出てきちゃってね。2本枯れてる。今ここ2本になってるから、これ。はいはい、前何回かこれ寄せ直ししてるんですよ。うんうん、でこう寄せ植えっていうのはね、必ずこう1本とか何か枯れるんで、クーロン作っときなさいよって。クーロン、クーロン、あの挿し木。挿し木、同じ種類の木をなずっと挿し木しておきなさいよって言われたんです、先生に。でその挿し木したやつもね、だん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 なくなってね今あるのがね、あそこある1個なんですよ。はい、これ1個なんですよ。これ1本だけ、うん、もう結構大きいですね。でね、これもうこれはもう使えないんですよね。もうこんだけ模様ついちゃってるんでね、これもこれ挿し木しといたやつ、いやこれ1個になっちゃってね、これはもう単独で植え付けようかなと思ってます。はい、今回はね、この7本かな、この7本で寄せ直ししていきたいと思います。わかりました。それと今の時期ですとね、葉すかし、葉っぱすかしていくのと、うん、芽摘みがありますんでね、それを少し説明してから植え替えやろうかなと思います。はい、でね、なぜこれが枯れてきたかっていうとね、5年ぐらい前かな、台風があったんですね。はい、台風24号。あれでね、塩分を含んだ雨が降ったんですよ。それで何本も何本もどん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 少なくなっちゃって、ここにあった生徒さんのこのヒノキもね、作品って出したんですけど、その寄せのやつがもう相当枯れちゃってましたね。なるほど。ただヒノキっていうのはね、その塩害に弱いのかなって、かもわかんないんですけどね、塩害が予想されるときはちょっと残して取り組むとかね、塩害が出てるっつったら真水で洗い直す、そのぐらいやった方がいいんじゃないかなと思います。その台風に当たって、その後ね、2、3日ほったらかしといた、そしたらだん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 こうなってしまう。なるほど。そう、あとここの鉢に植え付けた。はい、こう鉢、はい、これ良くないでしょ。この鉢ね、これ鉢もらったんですけどね、はい、古さもあっていいかなって言うんでね、うん、短冊の鉢入れたんですよ。はい、もう奥行きが全然出ない。日光の隅田植木、あれをイメージしながら作ったんだけど、とんでもないよね。とんでもない。こう、私も前栃木の方に行ってましてね、はい、あの杉並木を車でバン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 走ってたのがあるんですよ。うん、はい、それをイメージして作ったんだけど、もうこれ。奥行きがね、出せないと。ちゃんと山川がたぞってね、あったけどね、はい、そんな状態です。うんうん、だから今回はね、本数少ないんですけど、もうちょっと奥行きのある鉢に植え付けてみようかなと思います。はい、構成としてはね、この主木がこれ枯れちゃってるんですよ。うん、これとこれね、これとこれ。はい、ですから、これを主木に持ってきて、はい、あとこういろいろ配置していこうかなと思います。で、これ小さいのがありますんでね、一つのブロックとこっちのブロック、そのつなぎとしてこれを奥の方に入れようかなって。なるほど。そう考えてます。はい、まずね、ハスカシとそれから芽摘み、はい、それちょっとやってみます。わかりました。この辺の葉っぱの量、こっちの葉っぱの量、これ違うと思います。はい、これはハスカシしてます。芽摘みもやってます。うん、これ残ってるかな。あのヒノキっていうのはね、大体ね、葉っぱが層になって重なっていくんです。一番で次の葉っぱが出て、もう一つがあって、だん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 厚く、層が厚くなってきます。はい、こういう状態、小枝があって、その上にこういう新しい葉が上に乗っかってきちゃうんですよ。はい、そうすると、あの扇形じゃなくなって、もう重ね餅みたいにこう重なってきた葉っぱが、うん、それを透かしていかなくちゃいけない。で、このやり方っていうのは、大体基本通りの2本2本に作ってきます。これ取ってやす。ちょっと下置きますかね。はい、重なってるじゃん、葉が。そうですね。これをイチョウの葉っぱの三角形ぐらいに透かしていきます。まず、この上立ってるやつ。今、ここと3段になってますよね、これね。うん、だから、この一段だけ使う形。これを取る。この重なってるとこ、これを取っていく。そうすると、こういう形です。これが必要なんです。上下を取った感じ。そう。うん、だいたい今は緩のパターンありますけどね。はい、こうやってもっと血も出てるやつだと、奥の方にこう3段か4段ぐらい重なってありますから、うん、少しこういう形ができるように葉っぱを枝を透かしていきます。はい、そして2本2本に作っていきます。この枝ね。
これとこれ、これが1個、はい、そしてここ、これもこの真ん中取るかな、真ん中取ります。そしてここも重なってくるんで、この枝もここ抜いていくかな。これ取っちゃう。こういう形になってきます。これ平べったんですよね、はい、今までこう重なってて平べったんです、うん、そしてこの後に目摘み、こう飛び出す目あります。これはこの大体この親指の輪郭ぐらいでいいと思うんですけどね、うん、これを引っ張ると、はい、こうねじるんです。引っ張ると心拍と同じように葉っぱが鱗状になってるんで、スッと抜けますから、これが目摘みになります。こういう形、なるほど。こういうイチョウの葉っぱが3つ並んでるような形、こういう形で作っていきます。ですからこれを全部にやる、うーん、大変だ。ということは1日は終わらないんですよ、これこれがね、最初20何本あった、なるほど何日もかかってそれやってましたからね。これほっとくとね、だん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 ね、こう層が厚くなってきます。これ見てください、違うでしょ。あ、こことここ、うん、こっちはもう葉っぱ1枚ぐらいになってます、うん、こっちは何層にも重なってる状態、うん、これは恥ずかしいしておかないと、どん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 一つの塊になってしまいますね。まあ、こういう日の当たらないところは枯れてったりするんですよね。そうそうそう、でね、たまにはね、横に出てないでこう上下に出てる枝もあるんですよ、はい、そういうのは私取っちゃいますけどね、うんうん、まあいろんな形で出てきますけど、まず恥ずかしの気泡、はい、それから目摘み、うん、それはこのヒノキは必ず必要です。ちょっとね、透かしすぎたかなっていうぐらいでもね、何年か経つとだん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 こういう風になってきますから、このヒノキの恥ずかしっていうのは結構大事なもんだと思いますよ、ね、これは一応植え替えちゃったからやります。わかりました。じゃあここだけサンプルで作ったんですけどね、鉢はね、ちょっと大きいかもわからないんですけどね、うん、ちょっと合うのがないんで、もうこれで植え替えちゃうとかなと思って、なるほど、もう取り付けてある。針金の固定する位置がないんですよ、これ、はいはい、竹で固定するようにこうさっき作っちゃいました。これ結構時間かかるんでね、そうですね、これ作っちゃいますから、はい、穴の網張って、それでメインのなるこう柱というかね、うん、土台を作って、例えばこうやるでしょ、でここに挟んで、こうやってこういう使い方もね、で、ここに針金を回す、そう、あ、針金であとここ止めてもいいですよ、うん、どうなるかわかんないんで、一応固定できるように しときました。なるほど。普通穴からこう2本針金通すんです けどそれはなしで、今回は抜いてここに木を配置していこうかなと思います。わかりました。木の配置なんですけどね、植え替えの時はおごひで植えなさいよとかそういう、うん、あったでしょ、はい、おごひっていうのはどうかって言ったら6対4か7対3くらい、だいたい間隔ですけどね、うん、で黄金比に近づけするために、こっち正面としたらね、主木をこの辺に入れようかなと、うん、こうね、この木、はい、これがここに行きます、うん、で、ここ3つ並んでます。これこの3本をこの辺にこう、この辺か、こういう形で入れよう、はい、あとこの2本が残ってますね、うんうん、2本をここに持ってきます、ここに。で、一応ブロックとしてはこのブロック、うん、このブロックで、ここにこの細いつなぎのこれを入れようかなって、こんな感じで植え付けていこうかなと思ってます。前にね、寄せ植えのこと時に話してたんですけど、寄せ植えっていうのは心っていう字書きなさいよ、はい、こう大体なってると思うんですよ、これ。ここが1個ですけどね、うん、こんな感じで、こういうところは同じような気があったら足しておけばいいんですから、うん、大体こういう配置でいいかなと思います。で、うまく収まるかどうかわかんないんですけど、うん、一応植え付けてみて、うまく収まればこういう位置で植え付けていこうかなと思います。じゃあね、ここ針金止まってるんで、はい、ずっとバラしていきます。で、これもね、竹串で止めてます。ここ、あ、やっぱり薄いんでうまく止まらないです。この辺なんかグラグラして、うん、難しいですよね、寄せ植えはね。ちょっと寄せ鉢だからね、うん、難しいんですよ。そうそう、寄せ作る場合何本かまとまってれば、うん、そのまま土を濡らして、うん、そこに植え付けていけばいいんですけどね、はい、固定で、この固定しとかないと、もう枯れる確率が多いですよ。
根っこが動いちゃってもダメですかね。このブロックで取れればな。おお、そうそうそう。ちょっとね、鉢がでっかいかなっていう感じするんだけど、ちょっと合わせてみますね。まだ違和感ないよね。ちょっと大きいかなって感じする。まずね、親になる木を外してみます。これじゃない、これか。変なとかってな。できたな。それでも、3つ同じとこですよね。うん。これ繋がってる。これは楽だな。はい、白いのなんすか？え？この白いの。肥料？これ、これあのね、ああ、マグアンプ。あ、マグアンプ。マグアンプだね。虫じゃないですよ。ちょっと親気なんですね。いっぱい串が刺さってる、あれ、これちょっとやばそうだな、これね。根が少なそうですね。これちょっとやばいな。これで分けを終えましたね。ちょっと鉢に合わせてみます。主木。これ、そこ置いちゃってるな、これ。だから高さ同じなんだよね。まず、親決めちゃいますから、これ。はい。これでもう、コートできるんですよ、これ。こんな感じでね。針金で止めるんですか？こう止める。これなんですか、これ。これね、ミリオン。ミリオン。計算エンドっていうか、水をね、きれいにする根腐れ防止用の、今まで使ったことがないんだけど、前先生とこれミリオン入れてもいいよっていうのがあったんで、ミリオンとこう炭、ね、炭の心拍なんか結構いいんですよ、炭入れると、はい、もう砕いてて言ってたんで、もうこれをこれに入れて、裏にも入れてるんですね。ん、裏にも。あ、そうそう、こんな感じ。ここに1本入れて、こう縦に入ってるの。それでこう止めた。ガッチリですかね。大変だな。竹以外でもできますか？木じゃない方がいいと思うか。結構腐ってくるもん。竹の方が持つ。竹だとこう腐ってくるもん。こんな感じ、これ。あ、俺じゃない。これのがいいんだよ。これ使って木の方が腐り早いんじゃないかな。木の方がちょっと早いか。あ、これ出ちゃうな。ちょっとこれ位置変えるな。出ちゃう。先生の方から見て、そっちですかね、正面にしてますからね。だからこの木が重ならない方がいいですもんね。木で緩めて、主木を調整しております。もうちょっと背が低かったらよかったですね。これが大きいやね。このぐらいがいいですね。
したやつ。少ない。欲しいやっぱり。うん、でもないですよね。これ入れるわけにいかないのか。これは別物だな。はい、これでいこう。はい、これ古い木結構ないからね。これ肌がみんな違っちゃうんだ。うん、これでいこう。口の中に入れるもんだと思いますけど、ミニコンやつだよね、うん、ミリオンとマグアンプ系っていっぱい入ってたのこれ。いやあ、少ねえやスカスカだよね。そうですね、数がね、軽くなったな。うん、だいたい初めの配置の構想と近いかと思います。うん、でこっちの3本、あ、4本だ、このブロック、この2本のブロック、だからもう1本欲しいね、2本ぐらいね。欲しいですね。あと後ろがね、2本ぐらい。前はね、このぐらいの大きさの石に、20本ぐらい入ってたんですよ。はいはい、必ず、寄せ植えの場合は、予備を作っとかないとね、こんな状態になりますからね。予備があればね、こういうところだと入れられるんです。確かに。例えば数が多くてね、何本か抜いたらそれを予備で取っとく、はいはい、ダメになったら次の句入れとくと、うん、そういうふうに作ったので、予選の場合は、ね、予備は必ず作らないとね、はい、こんな状態になりますね。でもね、これはこれで、うん、ちょっとやっぱここに何本かあればいいなって感じですけどね。これは予選で作ってるから、うん、大体片方の枝がないんですよ。そうですね、こっちみんな取っちゃってるから、うん、これなんかそうでしょ、はい、だから単品で作るのは、ね、もう難しいかな、うん、3本か4本、3本ぐらいのだったらいいかもわかんないですけどね。必ずこうどっちかで重なってるところ抜いてきますからね、うんうん、であと挿し木、去年挿し木ってこんな短いのあるけど、うん、それが長くなったらまたこう追加していくような形しております。さっきもう1本持ってきたやつはあれはここに入んないで、模様がついてるヒマキ、はい、あれはね、石、蔵前石かなんかにつけようかなとちょっと思ってきますね、うん、これヒノキではこれ模様が つきすぎてるこれ、うん、だからこれ石につけようかなと思うんです。鉢だとね、ちょっと合わせてみたんだけどね、合わないんですよ、これあんまり合わないでしょ。それで石が合わったんだけどいいかなと思ったんですよね、はい、これが正面が合わない、この石だとこれが景色が出るかと思うんですよ。そうですね、だから正面が合わない、こう見るとへこんでるのがこっちなんだよ、うん、でこれを前持ってくるとこう裏返しすればいいんですけど、こんな感じ、これ裏返しやったな、やっぱりね、このぐらいの石探して、うん、またこれを別に植えるか、ここにはもう入んないですからね、これがそうですね、これはもう単品でやります、はい、あとはここはもっと増やしてきます、私の生きてる間にできるかどうか。ちょうどいいね、合うやつが葉椒と幹の古さが、そうそうそう、これ幹がね、みんな古いからね、うん、これに合う木がないんですよ、そんな。そうですね、探すのは難しい、これだと予測がどんどん上に登って、うん、下で取っていくような
感じになってますからね。確かにこれは予作登れない。予作って何ですか。予作木こり。あ、木こりね。予作は木を切るね。そう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 、北島三郎。はいはいはい。あの、私は前農業関係とか仕事やってたんですけどね、予作っていう木登り木がある。こういうヒノキをね、こう登ってるでしょ、ヒノキを下をどんどん落としていかないとまっすぐな木ができないんで、木こりさんがね、木登ってってね、枝を落とす。枝を切ってくる。そう。で、まっすぐな木を作る、うん。山仕事やってる人は知ってると思うんですよ。ね、ということでね、ヒノキはちょっと、はい、数が減ってしまいましたけど、はい、あとまた、増やしていこうかなと思います。はい。はい。以上です。以上です。ありがとうございました。